はい、皆さんこんばんは。ピアノ屋 .com の石山です。真夜中のピアノ屋 .com、 久しぶりの撮影になります。在庫がどんどんと今お読み入れが決まっていて、ちょっと景色が変わりましたが、今から映していきたいと思います。今このピアノ倉庫のですね、2階にあります展示室ですが、ほとんど売れてしまってるんですが、お見せしていきますね。まずこちら、ディアパソンの 132BW 売約済みです。そして、132のディアパソンの、これは 132AE ですね、これも売約済みです。 132BW これも売約済みです。はい、明治時代のピアノ、どっかお店に置かれるそうですがね、お店に置いたらいろんな人が弾いてもらって、きっとたくさんの人感動されると思いますね。この明治時代の2002番の、ヤマハ燭台付きピアノもお読み入れが決まりました。そしてこれはアトラスの、これは FA の30ですね、これも決まりました。そしてこちらがロレックス KR33 も決まってます。そしてこちらがヤマハの木目の小型のね、ちょっと古いやつですが U1 決まってます。そして、これはクリンゲルね、これももうすぐ決まりましたね。そしてこの向こうに行きます。こちら、これはヤマハかな、アポロの SR の7、これも決まってます。 US55 やったかな、 US55 これもすぐ決まりましたね。そして、これがワグナーの HW30 ですね、ちょっとまあ整備待ちです。そしてこれは KU5D、 これはね、業者さんがどうしても欲しいことで、譲ることにしました。そして、こちらが U1H も決まってます。これはアイゼンハーですね、これも U301 やったかな、801やったかな、501かも決まってます。これはリメイクですね、リメイクの U30 だかな、これから手を入れます。 U30A ですね。はい、まだありますよ。そしてちょっと戻ります。W106 これも決まってますね、整備待ち状態。こちらはアールウィンザ、これも決まりました。大橋はまだあります。大橋はまだありますね。そして次こっちですね、アトラスの A55M、 これ今日決まりましたね、販売中ってやってますが今日決まりましたね。そして商談ずっと入ったんですけどね、外れた途端にね、これ狙ってた方いらっしゃってね、はい、トニカこれ残ってます。トニカ TU の300残ってますね。音なんですけど、なんで残ってるんやろ、あ、調律してから動画撮ってないからだからかな、調律したらめちゃくちゃいいのにね。まあまあ、調律まだしてない、うちが悪い、これめちゃくちゃいいのにね、なんで残ってるんやろと本当に思います。まあ、調律をしたら一気に変わるでしょうね。そして、これは河合の BL61、 これも残ってますね。これも BL61 の赤い方残ってます。そしてヤマハの U31 も残ってます。アトラスの A22H も残ってます。ナイトンのついてるのがこの値段からね、何割引きでめちゃくちゃ得なんですけど、この凄さに気づいてない。まあ、傷がちょっとあるのもねありますけども、この凄さに気づいてない。このヤマハの河合の BL61、 これ優しい音ですよね、柔らかい。そしてこっちの河合の BL61 の赤い方、めっちゃ広がりのあるええ音してるでしょこれね。そしてこれヤマハの U31 もね、こっちか、音がちょっとはっきりした感じですね。かわいいファーって優しい音。アトラスの A22H のナイトン付き、あ、音が低いピッチ低いけどようなるでしょう。いいピアノなんですけどね。そして、ヤマハのこれは U5、 これも残ってますね。まあ、残ってる理由多分これかと思うんですよ。これここのね、ちょっと傷がついてるのね、これが原因かと思いますが、一番音量がありますね、これね、パワーがある。そして大正時代のちょっと鍵盤のちっちゃいやつね、横幅が狭い場所にしか置けない方はこれ最高なんですが、音域がちょっと狭くても十分です
弦が新品なのでもう狂ってきてますね、これはね。あの調律したら変わります。でこれはヤマハの CP60 というアップライト型の CP80 というステージピアノの名機があるでしょ。あれのアップライト版めっちゃ珍しいです。中古で出ることまずありえないですがね、あ、うちまたホームページ出してなかったかな、これね。こんなコンパクトなんですよ、これ。持ち運びのできるピアノでね、電気ピアノということで。まだ組み立ててないのでどんなか分かりませんが、大事に大事にしてあったねものなんですけどね。ちょっと長くなってきましたね、ちょっと急ぎましょう。今こういう状態で、まだ残ってるピアノがここにあるの。この辺がこの部屋に残ってるやつね、がそうです。また別の部屋にもう少しありますけどね。そして今整備中のピアノ、まだ上にあるやつはこれから手掛けるんですが、下にあるのはもうね手を入れ始めてますが、順番に行きます。ここにあるのはクリンゲルの KU、あ、これはリメイクですね、おそらくね、リメイクですね。そして、これはヤマハの U3 ですね、これも整備中。これは、U2、ヤマハの U2 もこれも整備中。これは、アクションのハンマーを今ねバラして修理してるところですね。そしてこれは、あ、これヤマハですね、ヤマハの U1 ですね、 U1 も整備中。そしてちょっと狭いですが、あ、シベスタナンバー52、これも整備中ですね。これはもう整備終わってますね。上にこれ乗ってるので出荷待ち状態だと思いますが、あ、アトラスですね、アトラスですね、これね。そして、これは 132C ですね、これも今手を入れてるところですね。あ、これはね、これは多分、あ、これ違うか、 132C ですね、これ違います。で、あ、これはもう整備終わってるのかな、ヤマハの U3H かな、終わってます。そしてこれが河合の BL61 ね、これ今整備待ちですね。そして、あ、これ完成してます、 W106、 ピカピカ、綺麗、見事ですね、本当にね。そしてこれがロレックスの KR22、 このデザインの綺麗なやつね、今バラして整備中。でこれはスタインリヒ、スタインリヒ S180E、 これ今バラしてね修理中、こういうとこ今修理してるところです。そして、これガーシュウィンの G100 ですね、これも今修理中ですね。そして、これも U2H、 これも手を入れてるところ、これナイトーンをね今つけてるところです。でここにあるのがアトラスですね、これは整備待ち状態、これはクロイツェルかな、クロイツェルね、整備待ち状態というね、まあこんな状態になります。まだまだこれから職人が減ってどうしようかと思ったら、昔うちで働いてた職人が続々と救援隊を送ってくれまして、今何人来てくれてるのかな、3、4人ね、増えました。外注業者さんというか修復のプロもちょっと助けに来てくれるようになって、結構今ね、昔のペースに近づきつつありますが、まだまだ危機は出してません。もう本当職人不足っていうのは切実な問題で、どこの業者さんもね、その中でなんとかもがきながら今、ね、もう本当に大量に一気にピアノ出てね、このお嫁入りが決まったので大変な状況ですが、なんとか乗り切っていきたいと思います。あと大阪の業者さんの倉庫のピアノもバンバンこれから動画出していきますから、楽しみにしててくださいね。そちらの方はもっと種類が多いので、まあ一皮むけてピアノ .com これから変わると思いますね。楽しみにしててください。それではよろしくお願いいたします。さよなら。